俺は今、専業主婦として家庭を守っている。4歳と2歳の息子がいて、喧嘩が絶えないものの、2人ともすくすくと元気に育っている。おい、2人とも、そろそろ夜ご飯だぞ。俺は居酒屋でアルバイトしたこともあって、料理は得意だった。すると、そこに綺麗な奥さんが帰ってくる。おかえり、あさみさん。奥さんであるあさみさんは、モデルのように美人でスタイルも抜群。俺にはもったいないほど素敵な女性だ。あんなことがあったけど、あなたならすぐに社会復帰できたのに。もういいんだよ。俺はこの生活に満足してるんだから。俺が専業主婦をしているのには、ある理由があったのだ。プレゼンは、何もできずに終わりました。俺の名前は小山智也。現在34歳。これは今から8年ほど前の話。当時、俺は文具メーカーの営業部でバリバリ働いていた。成績は常にトップで、後輩や部下からも慕われていた。多くの後輩の相談にも乗っていたし、アドバイスもしていた。仕事に関しては本当に順調で、悩む要素も一切なかった。しかし、そんな俺にもある欠点はあった。それは容姿についてだった。決して醜いというほどではないけど、いわゆる不細工だった。そのせいで女性社員からいじられることもあるし、クスクスと陰で笑われることもあった。何あいつ、豚みたい。ちょっと声大きいって聞こえるよ。俺はそんな悪口を聞こえないふりをして過ごしていた。社内での俺は陰キャ的な存在で、営業モードに入れば誰よりも輝く自信はあったのだが、外回りから帰ってくるとこうして俺の容姿についてバカにしてくるのだ。しかし俺はそれでもいいと思っていた。みんな違ってみんな良いなんて言葉があるが、俺はまさにその通りだと思っていた。それに当時の俺はあるプレゼンに力を入れていたため、そんなことに深く悩んでる暇はなかった。来年流行るであろう文具ランキングに自社の文具をどうしてもランクインさせたかったのだ。そのため俺は営業する一方で商品開発部にもよく顔を出していた。俺が担当していた文具はペン部門で、書きやすさやインクのにじみにくさ、持ちやすさや軽さに重点を置いていた。そんな商品を俺は必死に研究していた。そして俺は新商品を開発しながら、プレゼンの用意も並行して進めていた。しかし上司は俺のプレゼン資料を全然認めてくれようとしなかった。その上司とは社内で一二を争うほどの美人なのだが、同時に鬼上司としても有名だった。そう、その上司こそあさみさんなのだ。彼女は俺と同じ年齢なのだが、あさみさんがすごいのは確実に結果を残し、異例のスピードで上司に出世したことだ。あさみさんの実力は周りのみんなも認めている。当然社内には彼女よりも年上の人もいる。しかしあさみさんよりベテランの社員をも黙らせる実力が彼女にはあったのだ。容姿もキラキラと輝いていて、仕事も難なくこなしているあさみさんに憧れる社員も多くいた。彼女の指摘は誰よりも的確で、あさみさんに書類を確認してもらう社員も大勢いた。かくいう俺もその一人で、出来上がったプレゼン資料を早速確認してもらうと、ものの数秒で彼女からダメ出しをされた。これは何？こんな資料じゃ全然ダメ。企画が通るはずないわ。何のためらいもなく彼女は指摘してくるのだが、最終的にはどの部分に問題があるのかをちゃんと教えてくれるので、こちらとしても勉強になるのだ。こことここの表現が弱すぎるわ。ここはもっとアピールする感じにしないと相手に響かないわよ。あとここはもっと強気に発言するか、それができないならいっそのこと消してしまいなさい。今のままでは中途半端。はい。ちなみにこの商品の新商状況は？
現在開発中です。やっぱりプレゼン資料を作るのなら商品が完成してからにしなさい。その方が内容がぶれないから。あとこの商品のどこが一番なのかを考えなさい。好感を持たれるために何個も利点を挙げても結局何を主張したいのかわからなくなるの。はい。俺は浅見さんの指摘事項や修正箇所を聞き自分のデスクに戻った。やっぱ資料を作るのは商品ができてからの方がいいのか。でもそれだと時間がな。小山くん、ちょっといい？突然話しかけられビクッとした。ゆっくりと振り返るとそこには浅見さんが立っていた。はい。さっきのプレゼン資料についてだけど、全然ダメってわけじゃないのよ。特にあそこの部分をもっとアピールしてみたら。浅見さんは最後まで俺にアドバイスをくれた。彼女は社内で鬼上司なんて言われているけど、仕事に対して手を抜かないというだけだし、一生懸命やっている仲間を見放すことはしない。ただストイックなだけなのだ。だからあんなに大勢の人たちから支持されているのだろう。そして俺はそんな浅見さんに惹かれていったのだ。新商品の方は順調？俺は改めて商品開発部に顔を出した。しかし開発部のメンバーは険しい表情をしていた。それがなかなかうまくいっていなくて、なんとか間に合えばいいんですけど。おいおい、そんなネガティブなこと言ってると浅見さんが飛んでくるぞ。俺はそんな冗談を交えつつ開発部と共に打開策を考えていた。インクの質か持ち手の素材か、とにかく理想のペンを開発するために俺たちは試行錯誤を重ねた。するとその時だった。思い切ってインクの素材を一新してみてはどうですか？一人の社員がそう言った。彼女のその一言が止まっていた開発を再び動かしたのだ。俺たちはこれまでのインクの概念を取っ払い、あらゆるものを試してみることでついに理想のペンの開発に成功した。従来のものと比べてインクの乾きが格段に早くなり、ペン自体も持ちやすいものにアップデートした。それでいて材料費も安く作れる。俺は早速浅見さんのところに新商品を持って行った。これはいかがでしょうか？俺は紙に試し書きをしてみせた。これなら合格ね。これで行きましょう。あなたは大至急プレゼン資料を作ってくれる？わかりました。しかし俺はこの時まだ気づいてなかった。新商品が完成した喜びや血や汗のにじむ努力を踏みにじる存在がいることを。俺は言われた通りすぐにプレゼン資料の作成に取り掛かった。それと並行して商品開発部には他の色も作れないかを検討してもらっている。資料が出来上がるたびに浅見さんに確認してもらうのだが、なかなか OK が出ることはない。それでも俺は諦めることなく必死に資料作りを繰り返した。自慢の商品はすでにある。あとはそれを売り込むための俺のアピール力だ。こんなチャンス絶対に逃すわけにはいかない。結局プレゼン資料の作成は深夜までかかり、その翌朝浅見さんがやっと微笑んでくれた。よくやったわね。これなら完璧。これを持ってプレゼンに行ってきなさい。本当ですか？ありがとうございます。俺は彼女から合格をもらえたことが本当に嬉しかった。そして迎えたプレゼン当日。本番に強い俺は資料の最終チェックを行い、トイレだけ済ませておくことにした。デスクに戻った俺は改めて浅見さんに感謝の気持ちを伝えた。本当にありがとうございました。今から行ってきます。心配しなくても大丈夫よ。行ってらっしゃい。俺はカバンを持ち上層階の会議室に向かった。すでに他のチームが熱いプレゼンをしていて、俺は負けないようにと気を強く持った。俺はみんなの期待を背負ってここに来ている。ここで弱気になっちゃダメだ。
優勝することだけをイメージするんだ。そして俺の順番が回ってきた。俺はカバンの中を開けると資料に違和感を感じた。全く見覚えのない資料が入っているのだ。これはどういうことだ。俺は動揺して何度もカバンの中を探していると、司会者は呆れた表情で次の社員を呼んだ。ちょっとだけ待ってください。これは何かの。もういいから、君は下がりなさい。そんな。俺はそれ以上何をすることもできず、次の社員に代わった。あんなに頑張ったのに。俺のプレゼンはあまりにもあっけなく終わった。頭が真っ白のまま俺はオフィスに戻ると、ちょうどそこに浅見さんが外回りから帰ってきた。小山君、どうしたの？何かあった？何が起きたのか知りたいのは俺の方だった。資料は確実にカバンに入っていた。そのカバンを取り間違えるなんてミスもしていない。現に今持っているのは俺のカバンだ。プレゼンは何もできずに終わりました。そう言うと俺の目からは自然と涙が溢れ出した。そして俺は何が起きたのかを浅見さんに説明した。きっとこんな初歩的なミスをしたと分かれば俺は激しく叱られるだろう。それでも全て事実なのだから仕方がない。事情はよく分かったわ。今日はもう帰っていいわよ。商品開発部のメンバーには私から話しておくから。はい。なぜか浅見さんは怒らなかった。俺は言われるがままフラフラの足取りで自宅に帰った。これが全部夢だったらいいのに。しかし現実は甘くなかった。翌日いつも通り出社した俺は一番に開発部に向かい、共に戦ってきたメンバーに謝罪をした。それでも開発部のメンバーは誰一人怒ることはなく、当日何が起きたのかを尋ねてきた。俺はありのままをメンバーに話すと、それってトイレに行ってる間に資料をすり替えられたんじゃ。え？だっておかしくないですか？友也さんは何もおかしなことをしてないじゃないですか。それにあれだけ一生懸命やっていたことはメンバー全員が知っています。それでもプレゼンが失敗に終わったことは間違いない。仮に誰かの妨害があったとしてもこの結果は覆らないのだ。俺は商品開発部のメンバーに深々と頭を下げ部屋を去った。そして俺は自分のデスクに戻ると、同期の吉江が俺の隣に寄ってきて、にやつきながら俺にボソボソと耳打ちした。ねえ、ブサイクでモテない男だとこんな不幸も招いちゃうよね。え？だいたいさ、お前はブサイクのくせに目立ちすぎなんだよ。この一瞬で俺はこいつが犯人じゃないかと疑った。きっとこいつが資料をすり替えた。でもその証拠は一切ない。俺はやりどころのない悔しさを抱えながら家に帰り、一人呆然としていた。俺はみんなの期待を裏切り踏みにじった。もうこの会社にはいられないよな。そう決めた俺はその翌日、辞表届を浅見さんに提出した。それには鬼上司である浅見さんも驚いた表情をしていた。俺と浅見さんの間に気まずい空気が流れる。しばらく無言の状態が続き、やっと口を開いたのは浅見さんの方だった。じゃあ私と結婚しない？え？こんなことがあるはずがないと俺は思わず聞き返した。俺なんかと浅見さんが釣り合うはずがないのに。私があなたを選ぶ理由がわかる？浅見さんはにっこりと笑っている。いや全然わかりません。俺みたいなブサイクが。確かにあなたはブサイクかもしれない。でもね、仕事のできる立派な男性じゃない。俺は彼女の一言で胸がドキンと跳ねた。
浅見さんは俺のことを見た目ではなく内面で選んでくれたのだ。あの僕もあなたのことが好きでした。ありがとう。こうして話はトントン拍子に進み、俺たちは互いの両親に挨拶をした。俺の両親は芸能人のように綺麗な婚約者を見て終始唖然としていた。そして1ヶ月程度の引き継ぎ期間を終え、本格的に俺の退職の手続きは完了した。それと同時に俺たちは婚姻届を提出し、晴れて夫婦となったのだ。本来結婚式は挙げるべきなんだろうけど、浅見さんはとても忙しい人で式のプランを考える暇もないという。それにそもそも浅見さんはウェディングドレスにすら興味がないと言い切っていた。結局俺は浅見さんの家に転がり込む形となり、俺は全ての家事をこなす生活を送っていた。正直居酒屋でのバイト経験がこんなところで役立つとは思わなかった。俺の今の仕事は家の中で彼女のサポートをすることなのだ。そんな彼女との幸せな生活を送っていたある日のこと、浅見さんは慌てて仕事から帰ってきた。あの時の犯人分かったわ。浅見さんは営業部に設置されている防犯カメラを確認したという。そして俺がプレゼンに行く前後の映像にはやはり吉江が映っていたというのだ。彼は俺のカバンの中に手を伸ばし、資料を差し替えていた映像がはっきりと残っていたらしいのだ。これは立派な犯罪よ。すぐにでも訴えることができるわ。浅見さんはいつにも増して強気なのだが、俺はそうではなかった。でも僕はもう退職しているし。あなたはこのままでいいの？あんなに一生懸命頑張ったのに。彼女の一言で俺は当時のことを思い出していた。商品開発部のメンバーと一緒に商品を開発していたことも、必死になってプレゼンの資料を作っていたことも。そう思うと吉江のあのにやついた顔を憎く感じた。彼は社内での成績が悪く、いつも浅見さんに叱られていた。きっと成績がトップだった俺のことを憎く感じていたんだろう。それよりも一緒に取り組んでいた商品開発部のメンバーに対して申し訳ない気持ちでいっぱいだった。あんなに素晴らしい商品を作ったのに、ほんの一瞬の出来事で全てを台無しにされたのだ。やっぱり俺は吉江のことが許せない。俺は浅見さんにそう伝えた。彼のことを訴えたい。そうしないとみんなの努力が報われない。わかった。あとは私に任せておいて。そして浅見さんは空き時間を見つけて知り合いの弁護士に相談してくれた。俺自身も提供できる情報は全て開示して吉江に対して裁判を起こした。最初こそ否認していたものの、俺や浅見さんが提出した資料によって最終的には罪を認めた。そして俺は商品開発部のメンバーに全てを話し、みんなは安心した様子を見せた。さらに俺は吉江のもとに向かい、彼からの謝罪を待った。それでも吉江は一向に謝ろうとしない。俺はそれがどうしても許せなかった。自分が今何をするべきか、あなたはそんなこともわからないの？そこにやってきたのは浅見さんだった。こんなこと小学生だってわかるわ。すると吉江は席から立ち上がり、俺に土下座した。本当に申し訳なかった。だから金銭的な要求だけは勘弁してくれ。頼む。謝罪の意思が全く見られない吉江に、周囲の社員も引いている様子だった。この後に及んで何を言っているんだ。慰謝料もしっかりと請求してやるから覚悟しておけ。そう言って俺は会社から出て行った。そして吉江から支払われた慰謝料の一部は商品開発部のメンバーに渡すことにした。みんな本当に申し訳なかった。だから友也さんは何も悪くないですって。そんなことよりも奥さんにちゃんと感謝した方がいいですよ。え？話を聞くと
浅見さんは俺の潔白を証明するために防犯カメラを見せてほしいと警備課の担当者に何度も頭を下げていたらしいのだ。俺が家事をしている間に浅見さんは俺のために、そして浅見さんは直接重役のもとに向かい全てを報告したという。これは立派な営業妨害です。吉江さんは自分勝手な行動して仲間の足を引っ張りました。その結果吉江を会社から追い出し俺を代わりに戻そうという話も出たのだが、俺は丁重に断った。それにはちゃんとした理由があって、浅見さんの中には新しい命が宿っているのだ。そして俺は引き続き家庭内で浅見さんのことを支えた。日に日に浅見さんのお腹は大きくなり、俺も彼女もその様子をとても喜んでいた。そして無事に男の子が生まれ、今では家族3人で今まで以上に幸せな生活を送っている。その2年後には2人目の息子も生まれ、育休を終えた浅見さんは職場に戻り、相変わらず鬼上司として活躍しているらしい。やっぱり彼女は第一線で活躍している方が生き生きしている。俺はこれからもそんな彼女と息子たちのことを守っていきたいと思っている。最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。